皆さんこんにちは、 B レジェンド染田です。本日は B レジェンド WPI 甘くないビターコーヒー風味ですね、デビューをやっていきたいと思います。全くね、甘くないビターコーヒーですね。斬新なね、商品として販売されたんですけれども、非常にね、好評いただいておりまして、再販要望のね、メールとかね、電話とかたくさんいただきまして、今年も数量限定としてご用意させていただきました。一体ね、どんなフレーバーなのか、早速ね、飲んでレビューしていきたいと思います。それでは開封。うお、パウダーが炭のように真っ黒ですね。甘くないビターコーヒーは黒いパウダーとなっております。パウダーの状態ではまだ、ね、コーヒーの香りがしませんね。で、1点注意といたしまして、こちらのね、乾燥剤が入っております。スプーンですくう際ね、入れちゃわないようにご注意して飲んであげてください。こちらね、 WPI プロテイン購入するとこちらのね、黒スプーンが付属してまいりますんで、こちらにすり切って1杯入れていきたいと思います。水の量もね、150から300ミリぐらい入れていただければいいと思うんですけど、僕は200ミリが好きなんで200で飲んでいきます。味のね、濃い薄いあると思うんで、お好みでね、水の量で調整して飲んであげてください。それではすり切って1杯入れていきます。よいしょ。で、シェーカーの蓋を逆に回してカチッと言ってからしっかり閉めます。泡立ちもね、ダマももうほとんどありませんね。色がもう見てください、真っ黒ですね。これはもうもはやブラックコーヒーなんじゃないかと思いますね。あ、水に溶かすとね、コーヒーの焙煎されたこういい香りですね。早速飲んでいきたいと思います。いただきます。え、甘くない。全然甘くない。コーヒーの香りが突き抜けるだけですね。ただブラックコーヒーを飲んでるような感じです。あ、非常に美味しいですね。全く甘くないです。甘みゼロですね。普通のコーヒー目隠しして飲んだら僕多分わからないんじゃないかっていうぐらいプロテイン感のしないコーヒー風味となっております。もう本当に何に近いかって言われると、ただのブラックコーヒー、それがね、一番近いんじゃないかと思います。そこまで、ね、苦味はね、個人的に今感じませんでした。ですんでね、コーヒーの苦味がね、苦手だっていう方にもね、おすすめできる飲みやすいね、コーヒーにね、仕上がってると思います。甘くないビターコーヒー風味を欲しいですね。甘み酸味すっきりクリーミー強化していきたいだと思ったんですけど、甘みもないですし、酸味もない、すっきりも、まあすっきりはないって言ったらおかしくなるのかもしれないんですけど、クリーミーさもね、ほとんど感じないブラックコーヒーっていう印象だったんで、こちらの甘くないビターコーヒー風味は染田評価として星は全てオールゼロっていう形で評価させていただきます。それぐらいね、ブラックコーヒーに近い味にね、仕上がってると思います。甘くないビターコーヒー風味の栄養成分表示ですね。1食あたりエネルギー114キロカロリー、タンパク質が 23.7g、 脂質が 0.7g、 炭水化物が 3.2g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C 37.5mg、 ビタミン B6 が 1.3mg となります。甘くないビターコーヒー風味につきまして、カフェインがね、1食あたり 39mg 摂取できる形となっております。まあ飲むタイミングであったり、お子様であったりね、妊婦のお客様であったり、こう授乳されてる方は飲む量だけ注意して摂取してあげてください。甘くないビターコーヒー風味、こちらもね、数量限定でのね、販売となります。なくなり次第終了となりますんでね、気になっている方であったり、コーヒー好きな方、ぜひね、お試しください。詳細につきましては、こちら動画のね、概要欄の方に商品ページに飛ぶ URL 貼り付けておきますんで、そちらからご購入していただければと思います。ぜひね、こちら B レジェンド WPI 甘くないビターコーヒー風味、いや、甘くないビターコーヒー風味ですね、こちらお試しいただければと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。